エレン、この本を見てよ。この本によると、世界の大半は海っていう水で覆われているんだ。海は全部が塩水でできた湖なんだよ。それも商人が一生かけても取り尽くせないほど広大なんだ。海だけじゃない。炎の水や氷の大地、砂の雪原。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。だからいつか一緒に外の世界を自由に探検しよう。僕たちは約束した。まだ壁が破られることもなく平和だと思い込んでいた頃だ。その約束が夢となり、高い空へと舞い上がり、壁の外の自由な世界で僕とエレンを待っている。あの頃はそんな風に思ってた。でも時間が流れて少し大人になり、僕は数えきれないほどの死を目にしてきた。家族、仲間、罪のない人々、たくさんの命が目の前で奪われた。巨人が人類を、強い者が弱い者を食らう、親切なくらいに分かりやすい地獄のような世界。仕方ないでしょう。世界は残酷なんだから。ミカサはある時そう言った。そしてそれは真実だった。そう、この世界は残酷なのだ。どこまでも、そんな当たり前すぎる現実の前にどうすることもできなかった。絶望の中見上げた空は遠く、どこまでも無常だった。巨人の脅威と凄惨な現実は壁の外だけではないことも知った。信頼していた仲間の裏切り、そして非情な選択。時間は止まったりせず流れ続ける。選択をする前に結果を知ることなんてできないし、結果を知った後でこうすべきだったなんていうのは簡単だ。結果がわからなくても選択の時間は必ず来る。だからわからないことだらけでも進んでいかなければならない。今となっては無邪気に語り合っていた頃が遠い昔に感じられる。あの日に僕らを包んでいた空にはいくら手を伸ばしてみても届かない。もうあの頃には戻れない。でもだからこそ僕らは調査兵団として自由の翼を背負い、壁の外へ飛び立っていく。救いのない世界でもかすかな光を追い求めて。僕は大して長くも生きていないけど、確信していることがある。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要性に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることのできる人だ。何も捨てることができない人には何も変えることができないだろう。そしてエレンならきっと何かを変えられる。エレンと初めて会った日、エレンは泣いている僕に声をかけてくれた。弱い僕を守り助けてくれた。あれからずっとエレンは変わらない。こんな残酷な世界で強くあろうとし続ける。僕にはそれが耐えられない時もあった。体力に自信はないし、
自分に何ができるかもわからない。エレンやミカサに守られる存在だってことが耐えられなかった。自分で勝手に思い込んでるだけだとしても、お荷物なんて、足手まといなんて、死んでもごめんだった。でもエレンとミカサはそんな僕に命を任せると言ってくれた。だから二人と対等に強くあろうと心を決めた。最も信頼している二人と肩を並べ、この残酷な世界を生きていく。そしていつの日か外の自由な世界を探検する。あの頃の幼い夢が壁を越えて飛び立ったように。エレン、僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。だからいつの日かどこまでも続く空へ鳥のように飛び立つ時が、広大で美しい海を肩を並べて見つめる時が、信じていた自由を前に二人で笑い合える時がきっと来るはず。僕はそう信じている。